ああ暑いなーって言ってコンビニに行ったのになぜか濃厚のコンソメパンチを買ってしまったのはなぜなんでしょうね。どうもこいこいです。今日はですね、 Excel VBA ユーザーフォームを作ろう第7回ということでやっていきたいと思います。住所録のユーザーフォームを作成7回目ですね。今回で最終回になります。ということで早速やっていきましょうと。で今日やることなんですけど、1番編集モードのオンオフを切り替えられるようにするってことと、2番振り仮名ボタンの機能で振り仮名と頭文字と行を予測する、で3番変更ボタンと削除ボタンの機能で変更と削除を行う、この3つですね。では早速やっていきたいと思います。まず編集ボタンですね。まずこの検索シートの住所ロックのボタンを押して、でまあこう出てきますと。で今まで編集モードずっとこれオフってなってるからずっと出てる状態だったんですけど、ここを押すともう今完成してるんですけど、この押すとオンとオフが切り替わると。で切り替わってオフになると、この左にいろいろテキストボックスとか入れられるじゃないですか。ここがもうガードされて入れられないようにしちゃいたいんですよね。編集モードオフの時はもうそもそも入力ができないようにしたいとってことをしたい。で、オフを押すとオンになる。オンになると初期化とか新規登録とか変更とか削除ボタンができて、まあいろんな機能があるんですけど、この状態の時はこう入れられるようにするってことですね。で、実際に消えたり、消せますよね。消せたりとか入力できたりするので、まあこういうふうに、まずは変えたいってことですね。まずはそこをやっていきます。で、こちらコードなんですけど、コマンドボタンのスイッチのクリックですね。で、これもやってること結構シンプルで、このスイッチのキャプションですね。これがさっきオフとかオンって入ってるんで、オフだった時は、まあとにかくキャプションをオンにして、で、編集がオンになったんで、このロックっていうのがあって、ロックドットって、これをファルスってすると、入力できるようになるんですね、さっきみたいに。ってことで、これをひたすらこうやってるだけっていう感じですね、ここは。とにかく、入力できるようにしてあげましたと。ロックを外して。で、ここの新規登録のビジブルとかってこうありますけど、これは、見えるようにするってことなんですね。さっきこのオンとかオフをしたら消えたりしたじゃないですか、ボタンが。消えたり出てきたり。これをオンの時は見えるようにしてねってことで、このビジブルをトゥルーにしてるってことですね。で逆にエルスの場合は、オフにして、逆にロックをかけてあげるってことですね。で、ロックをかけてあげて、で、ビジブルは、ファルスで見えないようにする。ただこれだけです。で、まあちょっと初期化クリックなんてコールで呼んであげれば、左のボタンが全部消えるよみたいなことを前回やってあるんで、それで、消えますっていうことですね。まあこんな感じですかね。で、次にやることは、この住所マスターのとこの、最初の画面に行きますけど、この変身モードのこの、オフって最初オフになってるんですよ、この初期値が。なんで、ここの、この、ここですね。ここにこのキャプションがあるんで、まあ初期値をオンにしちゃいましょうと。初期値オンにしておきます。それで、逆にこのコードのもう一回表示して、イニシャライズってのを前回、もう前回とかもう前々回ぐらい、一番最初の方にやってるんですが、一番最初にやることとして、ここでコールでさっきのコマンドボタンスイッチクリックを押せば、初期値が、オンにしてあるので、このユーザーフォームを開いたとき、イニシャライズなんで、このユーザーフォームを開いたとき、スイッチクリックが入るんで、オフになるってことなんですよ。なんで、一番最初オフで、編集できないようにしておくって、これで意味になるんで、まあ、ちょっと今回は簡易にこれを呼ぶことで、コントロールをしたいと思います。で、一旦確認してみます。そうすると、最初初期値でこれ、オフになってますよね。オンだったのが、コマンドクリックを呼んでるんで、イニシャライズでオフになって、まあ、何も打てませんっていう状態になってるってことですね。で、オンってやると、こう右に初期化とか新規登録が出てきて、左の方の値がこう値がこう変更できるっていうことですね。まあこれでうまくいったってことです。で、続いてこの振り仮名ですね。この振り仮名、今編集モードオンのままやりますけど、例えばこの振り仮名、例えばこれだと株式会社吉田歩ってやつをこうやってるんですけど、ここで、まあ一回消しますね。消して、で、これ、振り仮名入れるのめんどくさいじゃないですか。で、頭文字も、まあ、吉田歩みなんで、よとか、行だと、まあ、や行かなみたいなのをこう入れるんですけど、面倒なんで、ある程度自動で出るようにしたいということで、この振り仮名ボタンを押しますね。そうすると、ある程度、自動で出るようにしてます。株式会社吉田歩み。で、株式会社っていうのが邪魔なんで、それを消した後ろの頭の文字ってことで、よとか、で、それはや行だねってことで、まあ、これって予測できるようにすると、まあ、ちょっと、うまくいかないときもあると思うんですよ。漢字の読みとかこれ自動でやってるんで。まあその場合は手でこう直すみたいな感じなんですけど、まあこのボタンを、楽に入力するために作っていこうっていうことですね。じゃあちょっとコードを見ていくんですけど、この住所マスターの振り仮名のとこのコード表示をするともう書いてあるんですけど、このクリックをしたときに、まず最初にこのコマンドボタンのスイッチのキャプションがオフのときは何もしないっていうのを一応挟んでます。で、続いて、
取引先名のテキストが空白の時もまあやる意味がないんで、そもそもなので、ここも無視しますってことをしてます。でその次ですね、まず振り仮名を振るってことで、このアプリケーションゲットフォネティックってことで、テキストの取引先名テキストを入れると、株式会社吉田 AM みたいな漢字をカタカナにしてくれるんですね、振り仮名として。なんでそれをドンって入れてますと、入れましたってところですね。で続いて頭文字なんですけど、これイニシャルってやつに振り仮名とかを入れてるんですよね。で次のテキストの行ですね、や行とかま行とかなのかって、これ LINE っていうやつに入れてるんですけど、ここはちょっと今まで基本的に全部ここなるべくユーザーフォームのとこだけで書いてきたんですけど、さすがにちょっとしんどかったので、これはモジュールの方でファンクションを作ることにします。なんでイニシャルっていうファンクションと LINE ってファンクションを入れてます。まあ、この中に入れると頭文字とか行が取れるよって風にしてあります。なのでそちらを見ていきたいと思います。でこちらがモジュール1のイニシャルと LINE っていうこのファンクションなんですけど、まあ、これの中に、先ほど STR ですね、これが何かっていうと、先ほどの吉田株式会社吉田恵美をこうカタカナにして変換しましたよね、さっきアプリケーションのゲットフォネティック でそれを渡してるんですね。それを渡して、まずはこのイニシャルなんで、その吉田恵美のよってのが戻ってほしいってことなんですよ。でこれやってるんですけど、まずこの株式会社とか有限会社がどうしても頭に入ると、左から1文字目みたいになると全部頭文字がかになっちゃうんで、この EXC ってことで例外ってことで株式会社と有限会社をまず入れますと。でそれを for each で回して、まずリプレイスで空白にしちゃいますと。なんで株式会社吉田歩美って場合は吉田歩美っていうカタカナだけにまずはしましたっていうことですね、これで。でその左から1文字目を取れば吉田歩美のようになるんで、このイニシャルって中にようを入れてあげると。でそれを返してあげるよってなってるんで、先ほどの関数にようが返るので、頭文字のテキストボックスの中にようが入るっていうことですね。で続いて LINE の方なんですけど、 LINE にはこれ先ほどのよってやつですよね、よを入れてあげてます、この STR の方にね、こちらに入れてるん でそれがセレクトケースでもうすごく単純ですよね。あいうえおの時はあになる、かきくけこがぎぐげごの時はかになるみたいな、もう単純なこれを用意しておいて、まあ、やってますってことですね。で何も当てはまらなかった時は、まあ、記号みたいな文字だろうってことで、今回はこう記号の記っていう風にしてます。でこれで LINE の中にあ行だとかか行っていうのが入って、先ほどのテキストですね、ちょっと一回戻りましょうか。こちらの振り仮名のコードの表示になるとこちらになってますよね。まずはテキストの取引先名振り仮名テキスト株式会社吉田歩美を入れて、よが返ってきます。でそのよを LINE の中に入れます。そうするとや行だって返ってくる、まあそういうことですね。で続いてですけど、まあ今ので振り仮名がこう出せるようになったので、まあいよいよ、もう最後ですね、この変更と削除ですね、この編集モードをオンにして、今まで初期化と新規登録ができたんですよ。例えば全く新しく入れるとき初期化を押すと左が綺麗になるんで、まあ手でもう一回ポチポチ入れてって、まあさっき振り仮名ボタンも作ったんで、なんか振り仮名とか押すと自動で出て、あと下なんか 手入力みたいなことをして、で新規登録するとかってことができたんですけど、この変更と削除がなかったので、なんで削除するのと変更をこうやっていこうと思います。じゃあちょっとまずは削除からですね、ここのコードの表示をすると、まあもうすでに書いてあるんですけど、これまあ何してるかちょっとずつ説明しますけど、まずはこのラベル取引先キャプション、コードのキャプションってことで、この左上に取引先コードが書いてあるんですね、22番とか21番とか。でそれをまずは取ってますと。でこれ num って変数に入れますと。で本当に削除しますかみたいなのを聞いて、まあ yes だった場合は、処理をすると。で例えば num が全く入力されてなかった場合は取引先コードが分かんないんで不明ですで終わりにしちゃうってことですね。で例えば22番ってのがあった場合は、じゃあそれを住所のこのシートの配列に1回入れた、これも今までずっと出てきたやつですけど、まず住所っていうシートに住所の情報があるんで、データって変数に入れましたと。データっていう二次元変数に入れて、でそれをループしてこのデータ i の1ですね、こちらのシートのこれですね、取引先コードが入ってるんで1番とか2番とか3番とか、それと一致するそのセルの行を、探してるっていうことですね。これで探してますと。
で取引先コードとさっきの NUM ですね、例えば 20番を削除したいって場合、まあ、ちょっとこれ イントってつけて数値化してますけど、20番をまあひたすら探すと、で20番があるんで、そうすると i なんで i の場所が分かるんですね。 i の場所っていうのはさっき言った行ですね。なんでこの row って変数に i を入れると、まずシート内のどこにいるかっていうのが分かるわけですね。20行目にいるなってことが分かったと。そしたら exit 放題抜けちゃいますっていうことですね。で、ローの中に20が入ってるんですけど、まあ見つかんない時もあると思うんですよね。ちょっと構造上ないんですけど、一応やってるんですけど、ローが0の時って見つかんなかったってことなんで、マスターには存在しませんって言って、処理を終了するっていうのを一応入れてます。で、見つかった場合は、じゃあ20番が消したいんだなってことで、シート、こうですね、住所のセルの、ロー、20の1のエンタイアローデリートってやると、直接セルから削除できるんで、これで削除しますっていうことですね。で、最後、コール、コマンドブック、一覧クリックって、これ前回も出てきて、一覧の、もう一回、消した場合でも、もう一回データの配列の中に住所のシートを入れて、元通りにするってことね。削除した後に 1個減るじゃないですか。なんで、1個減った状態をリストボックスに出したいんで、このクリックとコールしてると。でそしたら終わって、何々が削除されましたって言って、一応これでこの機能がつくっていうことですね。で、続いて変更なんですけど、まあ、変更も基本的にはこの先ほどみたいな NUM で、行の場所を探し当てて、そこの場所を変更するっていうのをやるんですけど、もう一つやらなきゃいけないのは取引先名で、例えば取引先名が、変更したとしても、被ってた場合、それ登録したくないんで、被ってた場合は登録をしないよってことをしたいですよね。なんでその2つをやると。で、まず、ここで取引先名がそもそも空白の時って、これ絶対に登録したくないんで、その場合はやめましょう。取引先名を入力してくださいってことをしてると。で、その後に、ここ一緒ですね。NUM を入れて、NUM が空白の時は不明ですってやると。で、本当に変更しますかを入れて、で、ここ住所配列のデータ入れて、で、このまたローってのを使って、ここのループをするんですけど、このループの時に、先ほどのこの NUM の場所の位置、ローの場所が分かりたいんで、ここをループして、ローの中に i を入れてあげるってのは変わんないんですけど、もう一つやらなきゃいけないのは、取引先名の重複があった場合は処理を終了したいんで、このデータの i の2ってのが取引先名のことを言うんで、それと取引先名が同じ、例えば先ほどの吉田歩美を江戸川コナンっていう風に名前変えちゃった場合、江戸川コナンがすでにあるんで、それは嫌だと。なので、その場合は同じ名前の取引先が存在してますってことで、登録変更させないっていうことですね。で、exit サブで抜けると。で、ここに and でデータ i の位置が int num のじゃないときってなってるんですけど、当然この検索したときに、この自分自身の名前が引っかかっちゃったりするわけですよね。この自分自身の変更したときに、例えば吉田歩美の変更したときに、例えば電話番号だけ変えたいってときに変更ってすると、吉田歩美って取引先名はデータ上に存在するじゃないですか、自分自身が。なんで自分自身の場所のところは抜かしてねって意味にしてます。そうじゃないと変更ができないんで、っていうことでこのデータ i のうち int num の時っていうのを int num じゃない時ってことを入れてます。まあこれでうまく回せるってことですね。で、あとは一緒ですね。まあ、ローが0の時はありませんってのと、で、あった場合は、セルですね。セルの位置の全部変えようってことですね。セルのローの1とか2とかで、左にある取引先コードとか指番号とかテルを全部、セルの方に入力して変更してあげましょうっていうことですね。そしたら、あとは一緒でもう、コールのコマンドボタンの一覧クリックをして、何々が変更されました。これで一応いけるってことで、まあ、これで、完成ということですね。じゃあ一旦その機能を見てみますけど、住所録で編集モード一応オンにしておいて、例えば赤い週1ってやつを週1の後に適当に2ってつけて、まあ、これで変更したいと。で、変更しますって言うと、週1に変更できましたよね。できましたと。で、なってますよね。ってことで、これで変更ができるっていうことなんですよ。で、削除ボタンを押すと、21を本当に削除しますかって言って削除すると、まあ、ここから消えてて、こっちの住所シートの方からもちゃんと消えてるってのがわかるので、まあ、これで自由に変更とか削除ができますねっていう
ことになりました。これで、めでたく完成ですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。7回やってきたわけなんですけど、まあ最低限の機能をつけて住所録の中をこう検索したり、変更したり削除したり新規登録したりって機能をつけてきました。もちろんこのもっとこういう機能が欲しいとか、ここいらないって場合は、まあ自分でいろいろ変更したりすると、まあもっと自分用に使いやすいものになるんじゃないかなと思います。はい、では本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。